母さんから電話だ。なんだろう。もしもし、母さん。うん、どうしたの。え、嘘だろ。梅雨入りした。はい、ということで始まりました。波風です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回ね、なんとね、梅雨入りしたということで、このでも動画アップしている時も梅雨明けてないか心配なんですけど、今回の企画は、まあ、梅雨といえばね、何ですか皆さん。雨ですね。梅雨といえば雨っておかしいか梅雨といえばやっぱり雨ということでね、雨グッズを今回紹介しようと思います。まあ、雨グッズですね。雨の時におしゃれをしたいけど何を着たらいいか分かんない、どんな傘を選ぼうかなとか、そういった雨具と雨の日に使えるアイテムを、僕のおすすめを今回紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、ではね、やっぱり雨ということでね、雨嫌ですね。ジメジメするし、服もなんか濡れちゃうしね。ということで今回じゃあ1点目、私が雨の日におすすめしたい靴がこちらでございます。じゃん、クラークスのワラビーのゴアテックスローカットでございます。これめちゃくちゃいい。やっぱり雨の日だとゴアテックスのアイテムがやっぱりね、雨にはいいんですよ。で、このクラークスのワラビーのゴアテックスは、私持っている好きなブランドでもコモリとかアルテリアとかナイスネスとか、そういった服とも相性いいですし、まあ、かなりね、どんな服装にも合うんですよね、このブラックのコアテックスで。ソールがビブラムソールになっていて、クレープソールのものよりも歩きやすいですね。なので雨の日以外でも履きやすいということで結構重宝しております。で、ハイカットのねものもあるんですが、脱ぎ履きしやすいっていう点でローカットが個人的には気に入って履いております。うん、これはね、雨の日といえばもうクラークスのワラビ。結構インスタでアンケートでね聞いてみても持ってる人すごい多くて、まあ、サイズ選びだけがちょっとね、こう難しいポイントで、ゴアテックスのものと通常のものでちょっとサイズ感が違うみたいで、まあ、一応なんか一回お店で履いた方が間違いないかなと思います。これ紐がね、これ紐で縛るタイプではあるんですが、ちゃんと1枚の革がここまでつながっていて、ゴアテックスのものでもね、こう紐靴のタイプのものって隙間からちょっと雨入ってきちゃったりする場合あるんですよ。でもこいつはそういったものもなく、雨の日結構最強です。はい、ということで1点目こちらになります。はい、はい、ということで続いて2点目のアイテムをご紹介します。こちらです。じゃん、傘です。こちらは新宿の伊勢丹で購入した紳士傘でして、日本のブランドでラムダというブランドのかなりねワイドサイズのものですね。一番サイズがでかいやつを購入しました。こちらはですね、一回フォックスアンブレラとかの傘をちょっと見に行こうと思って伊勢丹の紳士傘売り場見に行ったんですけど、やっぱりちょっとお値段的にまだなんか自分はちょっとお高いなって思ってしまって、まあ、その時にね、日本のこの日本製の紳士傘で、ここのね木の柄の部分がすごいかっこよくてですね、なんかこの持ち手の作りがすごくかっこいいんですよ。なんか若干綺麗、なんかねすごい綺麗な柄のタイプと、こういった木を削り出して若干のこの木のボコボコ感が残っているデザインがあって、自分はそっちの方がなんかだんだんこう味が出てくるかなと思って購入しました。価格もね2万円ぐらいでしたかね。ちょっと広げてみたいと思います。もう本当これめちゃくちゃでかいんですよ。もう多分ある傘の中で一番でかいんじゃないかな。この取り外できる金具もなんかボタンとかじゃなくて、こういう輪っかのデザインになってるのも大人っぽいデザインだなと思って気に入ってます。ちょっとね開けてみます。これねお色がですね、私買った時黒かネイビーにしたと思うんですが、どっちになるかちょっと忘れちゃいました。黒っぽいんだけど濃いネイビーの可能性もあるな。すいません、ちょっとそこをね覚えておけって話なんですけど、広げるとこんな感じ、かなりでかい。これサムネイルにいいな。サムネイル用ラッキー。
はい、ということでね、このラムダのね、紳士傘すごく高級感もあって、作りもね、日本製でかなりしっかりしてていいですね。もう大降りの雨の日なんてね、これ最強ですね。全然濡れないので、傘はね、こういったいい傘1本あるとファッション楽しくなるなと思います。スーツとかの方にもおすすめできますね。こちらは傘でございました。はい、では続いて3つ目ですね。雨の日グッズおすすめ、おしゃれグッズ3つ目はこちらです。また傘、じゃん。さっきのと比べるとかなりね、小ぶりに見えるんですが、トラディショナルウェザーウェアのビニールのブラウンの傘でございます。こちらさっきのね、ラムダの方の傘と比べるとこんなにね、サイズが違う。だいぶ違うっすね。20センチぐらい違うんじゃないかな。こっちはね、なんか女性も使えると言っていましたので、男性用っていうよりは本当ユニセックスに使える傘かなと思います。こんな感じ、このね、木の作りがすごく、これもまたちょっと違った、これ竹だったかな、木というか竹の絵、かっこいいですね。ちょっと広げてみます。でビニール傘なんですけど、チープじゃないんですよね。おしゃれなこの傘、これもいいね。なんか部屋で傘さすとなんか絵になって面白いですね。これもサムネイル用に、雨の日グッズラッキー。はい、これも全部カットしないで入れちゃおうかなみたいなね。はい、これはなんかいいですね。なんかカップルで彼女さんにこうね、貸してあげてもおしゃれですし、普通にメンズで使ってもすごくいいなと思って、トラディショナルウェザーウェアはね、結構雨グッズ多くて、なんかこの雨に歌えばのミュージカルみたいな感じでね、素敵な傘でございます。色もね、他にもグリーンとか赤とかいろんな色あって、なんか何個か色を揃えても可愛いなと思いました。この傘可愛いですよね。はい、3点目はね、トラディショナルウェザーウェアのこの傘でございます。ブラウンが個人的には気に入りました。はい、続いて4点目ですね。4点目、私の持っている雨の日グッズ、こちらですね。ナイスネスのベンタイルのミリタリートラウザーになります。こちらはベンタイル生地というのがですね、第二次世界大戦時のイギリス軍で採用されていたベンタイルという生地がございまして、かなりね、機能性に優れた、風とか水の侵入を防いでくれる生地になっております。昔のゴアテックスみたいな感じなんですかね。ベンタイル 100% ベンタイルコットン、まあ、そんな生地で作られたナイスネスのパンツなんですが、これね、デザインとしてもすごいかっこいいですし、機能性もそのようにね、水の侵入を防いでくれるので、雨の日に私はかなり履いています。この間キャンプの時もね、履いていきましたね。ちょっと焚き火の匂いついちゃったんでね、ちょっと洗ったんですけど、ここにね、ベンタイルのマークがね、入っております。ちょっと見えづらい、ベンタイル。はい、本当に雨の日にね、履くパンツって皆さんね、どうしてますか？結構ゴアテックスのパンツとかね、履いてる人も多いかもしれないんですが、まあ、古着でもベンタイルのパンツってあると思うので、雨の日に履く用のパンツで、ベンタイル地のパンツいかがでしょうか。そんなベンタイル生地を使って、ナイスネスらしいネイビーのね、色味のミリタリーなパンツで、かなり好きな感じで気に入っております。はい、ではね、続いて5個目はこちらです。じゃん、こちらも傘ですね。やはり梅雨といえば傘。こちらの傘、いいところはですね、ジャーナルスタンダードとコラボしたギャクソルというブランドの傘になっておりまして、このカーキの色味と、あとはね、このね、ケースがついてるんですが、ワンタッチで開くところがすごく便利なんですよ。ちょっとやってみましょう。もうこれでね、いきます。ここのボタンをピッと押すといきます。じゃん、こんな感じ。この色がね、いいですね。ここにこうペロってなっちゃうのが止められるんですよ。ここに、これもすごく便利ですね。結構意外とこのペロッとしたのが頭に当たってね、嫌な時あるじゃないですか。で、大きさとしては折りたたみ傘なのでね、このぐらいの大きさの感じが使いやすいんじゃないかなと思います。で、これ閉じる時もね、ワンタッチでできるんで見ててください。ジュン、でもうこれピッと閉じて、機能性がね、いいですね。はい、これも色の感じがすごく男らしくて、無骨なデザインが気に入りました。ギャクソルの傘です。はい、こんな感じでね、すごいワンタッチがすごいよね。で、最後にね、これギャクソルのね、いいところは、この閉じた時に濡れた面が外側に来ないんですよ。
なので閉じた時に水にあんまり濡れづらいっていうのもかなり機能性としていいところですね。逆ソル。はい、ではね、梅雨のおすすめグッズラストですね。まあ、これはちょっと今もう販売してないモデルになるんで若干参考になるかわからないんですが、こちらですね、サロモンのトレッキングブーツになります。こちらもゴアテックスのものになりますね。ちょっとキャンプでかなり使ってるのでちょっと土の汚れがついちゃってるんですが、こちらね、なんかトレッキングの山用に買ったものなんですが、結構キャンプでも使えたり、フジロックでもよくこれを履いてましたね。でハイカットなところがすごくそういったアクティブシーンにかなり使えて、ローカットのものよりね、水の侵入防いでくれるので、ハイカット、これでね、山登り用に買ったのに、山登りはまだね一回も行ってないんですよ。ちょっとなかなか山登り誘ってください。こちらはね、この紐で結ぶタイプになってまして、ちょっとね、すごいめちゃくちゃ雨降った時は若干この隙間から雨がね染みる時あったので、ゴアテックスって最強じゃねえんだなって思ったところはあったんですけど、でもこのね、なんて形だったっけな、これやばい忘れちゃった形の名前、ちょっと書いときますね。確かなんかウルトラ A みたいな名前だった気がする。絶対違う。はい、そんなこのサロモンのねトレッキングブーツ、そんなにね高くなかったですね。今サロモンで出てるファッションラインのものとは全然違くて、普通にサロモンのベーシックのラインのトレッキングブーツです。このデザインがかっこいいですね。結構オールブラックのファッションとかと合わせてよく履いておりました。ハイカットはね、ちょっとコーディネート合わせるの難しい時もあるので、ローカットのサロモンとかも個人的には気になってます。最後はこのサロモンのトレッキングブーツ、雨の日よく履いてました。皆様いかがだったでしょうか。梅雨の雨の日グッズ参考になりましたでしょうか。まあ、なかなか雨の日グッズそこまで多くはね紹介できなかったんですが、やっぱり傘とか何使っていいか自分も数年前はねあんまり分かんなくて、ビニール傘とかモンベルの折りたたみとかも使ってた時あったんですけど、こういうなんかおしゃれな傘があると雨の日も気分が上がってファッションをより楽しめるんじゃないかなと思います。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。このチャンネルではファッション、ヘア、ライフスタイルを提供している動画になります。この笑ってもう一回でもそれ真面目に言ってみようかな。ファッション、ヘア、ライフスタイルの動画を提供しております。皆さんはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも全部読んでます。アンチコメントも読んでます。ではまた次回の動画でもお会いしましょう。それではアリー。